日向坂46の影山優佳、佐藤志穂、坂本彩香、小坂菜緒、ニューあかりが23日、都内にて開催された、ひなこい、コラボ開催記念、名探偵コナン国鉄の御影、プレミアムトークイベント、に出席。MC を務めた影山が MC 力を発揮した。日向坂46、ひなこい、かける、名探偵コナン国鉄の御影、コラボ実現原作者、青山剛昌氏によるコミックスが期間103巻に到達、累計発行部数は全世界 2.7 億部を突破、テレビアニメシリーズも放送1000回を突破するなど、ますます勢いを増している、名探偵コナン。今回メンバーが以前から、名探偵コナン、シリーズの大ファンだと公言していたことをきっかけに、日向坂46の公式ゲームアプリ、ひなこい、と、公開中の劇場版、名探偵コナン国鉄の御影、サブマリン、のコラボが実現。ゲーム内コラボイベントに参加した約400名のユーザーが集まった。影山優佳、機材トラブルに即対応この日、一人ずつセンターに置かれた体制計測器の前でコナン愛を叫び、声量を数値化する、コナン愛を叫べ、体制選手権、というコーナーを実施することに。バル、しかし、機材トラブルにより企画がスタートできずにいると影山は、先に映画だったり、コナン愛についての話をしていきましょう、と堂々のアドリブで対応した。そして、メンバーは映画のキュンポイントや見どころを次々と紹介。機材の準備が整うと、機材の準備が整ったようなので、とトラブルを感じさせないスムーズな進行をし、MC 力を発揮した。